サンデープッシュスポーツ配信オリジナル。8月の世界選手権で日本人初の金メダル、やり投げ北口榛花。話題となったのが試合中のもぐもぐタイム。試合中ストレスとかあるので、自分の好きなもの、自分が食べたいものを食べるようにしてます。試合のストレスっていうのはどんなところで一番感じるんですか？陸上競技っていっぺんにいろんな種目やってるので、はい、で走ってたらフィールドの種目は止まらなきゃいけなくて、はい、なので止められてる時間が長いともっと長くなるんで、エネルギーになるもので好きなものを食べるようにしてます。試合前はバナナを食べますって、そういうルーティン作ってる方もいるじゃないですか。試合が午後にやることが多いので、午前中とかずっとベッドに寝てるわけにいかないのでお散歩しがてらコーヒー飲んでケーキ食べてみたいな、いつものルーティンになってます。ちなみになんでコーヒーなんですか？カフェインを摂取した方がなんか、興奮作用とかあっていいっていう風に言われてて、結構でも向こうの選手、試合前にコーヒー飲みに行こうみたいな選手が多くて、ここのコーヒーが美味しいみたいな、どこのコーヒーが美味しいかを教えてもらったりとかもします。